忠勝らの働きにより信長は窮地を脱した。徳川軍は体制を立て直すため三河に戻った。一方戦国の巨獣武田信玄がこの間隙を縫って上洛を果たさんと動き出す。武田軍は破竹の勢いで南下、徳川の領地に迫るのだった。負けねば勝つと判じるか、いや勝てば負けぬと判じるのか。第3話、三方ヶ原の戦い。何時一年にて忠勝を超えよう。これは信玄にしてやられたというわけか。だがもはや引けぬ。全軍むやみに動くな。敵軍に戦い引き上げるのだ。小山田軍投石を始め。さすがは父上、お見事でございます。敵兵を討ち取ったり、耐えてみせよ。遅れは取らぬぞ、続け。家康よ、一言もなかなかやるわ。やがて遅れ、迫力の剣の姿は翼を広げたるが、耐えてみせよ。ではこれはどうじゃ。耐えてみせよ。敵将を討ち取ったり。遅れは取らぬぞ、続け。敵将を撃ち取ったり。私も遅れは取りません。敵将を撃ち取ったり。耐えてみせよ。遅れは取らぬ、見事。耐えてみせよ。前を向くと後ろは見れぬものよな。雪村、家康に頼みをさせてやれ。あたしも忘れないでね。お見事な腕前でございますな。耐えてみせよ。よし、この隙に退却する。しんがりは拙者に任されよう。頼むぞ、忠勝。敵将討ち取ったり。この槍受けられるか。耐えてみせよ。私は遅れはありません。本田忠勝殿とお見受けする。いざ。まさに我が武者ぶり。耐えてみせよ。だがその力が武者ぶりに値するかどうか。前へ。見事。敵将討ち取ったり。敵に背を向けるなど本意ではないが。遅れは取らぬ。今はこれまで引かせていただく。
やられてね。マリオン、これまたヤバそうなおじさんが。ザレ事の裏に刀を隠そうと無駄。何時がやれば見せよ。剣を逃げるんだけどね。耐えてみせよ。我々も続いて行くぞ。あっぷなー。だけど逃げちゃおう。剣を耐えてみせよ。敵将撃ち取ったい。剣をさすがは父、お見事でございます。耐えてみせよ。撃ち取ったい。お見事な腕前でございますな。戦場を去るは皆が引き去りしのち。
見事な腕前でございますな。耐えてみせよ。影の戦場、この場にあらず。耐えてみせよ。皆が引くまで引くわけにはいかぬ。私にもっと力があれば引かずとも良いはず。この戦、これでよしとせねばなるまい。勝敗は陛下の常。こたびは引くことこそ是となろう。